今回の動画ではコブを滑るのに適したエッジ角度ということに関して、えー、解説の方を行っていきたいと思いますまずはチャンネル登録をお願いいたしますはい、えー、それではですねまず最初にサイドエッジとベースエッジといったところの基本的なところに関して解説していきたいと思います まずですね、こちらの方を見ていただいて、まっ、あ、そ面の部分ですね、滑っ面の部分がまあこの動画上の下の部分ですね、ここがだから雪になるところですね、断面ですね、切り取った、そしてエッジがあって、上が芯材、スキーの芯材になる部分ですね、というような感じです、でちょっとエッジの部分を拡大しますとですね、 えー、横になっているところをサイドエッジと呼んだりします。それから下の方がベースエッジですね。まあ、削るときにはこの2つの部分に関して削っていくような形になってきます。でですね、えー、サイドエッジ。まあ、サイドエッジは、えー、このような形でカットしていくような形になるんですけど数字的には、えー、例えば89度とか88度、87度というような表現を していく形ですねでここの赤色のまっすぐの垂直の線から、まあ、どれくらいの削るかってことですねでそれから、えー、ベースエッジと呼ばれる部分ですね、まあ、こちらの場合はこの横線に対してここは仮想面側ですねベースエッジは仮想面側です、えー、ベースエッジはこの横線ね水平なところから どれくらい削るかという感じですね。ここは表現として0.5度とか1度とか1.5度とか2度みたいな感じで、ね、表現するような形になります。で、それからですね、このベースエッジ、サイドエッジ削った結果のところが、まあ、トータルのねそのエッジ、いわゆるエッジ角度っていったところになってくるわけですね。このサイドエッジ削った分とベースエッジの部分、削った部分、ここの角度が、まあ、例えばここでいう87.5度とか。 あるいは、89度という、ようなね、感じで読んでいる部分になります。ここは、ベース、例えば0.5度削りました。そして、サイドが87度としたときには、ここを足した数ですね。ここが87.5度。というような、最終的な、ッ自角度になります。例えば、0ですけどね。まあ、1度ベース削りました。そして、サイド88度に削りましたと。と そうなると、ここを足した感じで89度。これが、まあ、最終的なエッジ角度になってきます。はい。でですね、えー、こぶに向いている、角度っていったところなんですけど、まあ、ここはですね、正直言って、えー、本当の正解ってのはちょっとあまりわからないです。で、好みもあると思います。で、えー、まあ、間違いがない。 っ,ていったところで今回ここ紹介させていただいてるんですけどまあかも不可もなくっていったところなんですけどこのベース1度8でサイド88度トータル89度っていうのは、えー、ごくごく一般的な、えー、このエッジの角度を調整する時の角度かと思います、まあ、ここはちょっと人によってねこうこの数字じゃなくてもうちょっと微妙に数字が変わってくる可能性もありますけど ま、この辺ぐらいが一般的によく言われる調整角度になります。で、なのでここが可も不可もなくってところがあるんですけども、まあ、基本的にコブでは、えー、ずらしを使いたいってところがあります。えー、これはですね、コブにおいて、えー、コブってたいサイズが大きいコブとかだったら、 5、えーまあ、ー,ーとか6メー,ターとか、まあ、結構大きい6メー,ターぐらいまでいくとかなり大きめのコブって形になりますね広いコブの間隔として広いって感じですねに対して短い細かいコブとかになると3メー,ターぐらいとかになるわけですけどもどちらにしても、えー、例えばカービングがしっかりとついた板の回転半径ねずれなかったらっていう感じですねずれなかったらっていう,うーターンコがだいたい短い板で1 2ー,ーです ってなった時に1 2ー,ーのコブっていうのは基本的には存在しないです、はい、ってなった時にやっぱ6メー,ターと大きいコブで、まあ、6メー,ター、まあ、もっと大きいコブで7メー,ターとしましょうにしても必ずずらさないといけないわけですね、まあ、そうしないとコブからはみ出てってしまう形になるのでうまくズレを使いたいんですよねってなった時にズレが使いにくい板だったらやっぱりエッジが引っかかってくるのでやっぱり使いにくいですよね といった意味では、このズレに特に関与するところっていうのは、このベースエッジって言われるところですね。なので、ここは必ずちょっと落としときたいんですけど、ズ、え、ラ、ー、しやすいのは基本角度がつけばつくほどズラしやすくなります。なので、1度よりも1.5度とか2度とかになっていった方がズラしやすいっていう形になるんですけど、今度はまあそこが数字が大きくなればなるほど、今度そのエッジがかかるっていったところもかかりにくくなるわけですね。 ね、まあ、いろいろな意味を考えて、えー、やっぱり少しエッジかかってほしいっていところもあると思います。ただ、今度ここも考え方によるんですけども、まあ、0度よりもまあ落ちてる0.5度とかってなってくれば、まあ、一応落ちてるから、まあ、いいんじゃないっていうところもあるんですけども、やっぱりちょっとこう、引っかかりなども人によっては感じて、感じてくるところかなと思いますので、まあ、一度ぐらい落としてしまえば、まあ、も不感もない。 でいろいろまああのこの動画見てくださってる方とかだったら混むだけではなくていろいろなね滑り普通に小回り整地で小回りとか大回りとかしたいっていったところもあると思うんですけどそう考えた時にもこの、えー、ここが一般的なあエッジの調整角になってきますので、えー、まあ こう、この角度に調整しとけば、まあ、間違いない。まあ、ずらすのもできるし、カービング的な切っていく滑りもできるし、っていったところの、まあ本当、ほどっちにもつかずっていうようなところがあると思います。で、ここがまあ、本当レースをね、する方とか、ね、ある程のレースとかね、する方とかやったら、まあ、こういう競技の特性にもよりますけど、ここのベースを例えば0.5度にしたりとか、サイドエッジをもっとやっぱり、カービングきつく、あの、 エッジをしっかりと正してくってたところで、例えばここが87度とか、まあそういったような形で、サイドを87とか、まあそんな感じにしていくとかっていったところがあったりしますけども、まああの、一般的なところでここに関しては問題がないかと思います。ただ、あの、今言ったように、向いてないとするとしたら、やっぱりこう、まあ0.5度ぐらいとかにして、 サイドをきつくしてしてまうパターンこれはさすがに向いてないと思いますのでまああの例えば一度でももうちょっとなんかずれがあった方がいいなって方だったらやっぱり1.5度とかね2度とかにしてみるっていうのもありだとは思いますけども、まあ、そこは人のちょっと感じ方があると思うので、えー、試しながらってったところはあるかなと思います。 どちらにしてもこの1度、それから88度っていうような感じで調整してもらうと、まあ一番、あ何でもできるし、えー、コブにおいても問題なく扱えれる角度かなというふうに思います。えー、今回ですね、まあこのような形でコブの時のエッジの角度ってどうしてるんですかっていうのね、質問を受けたので、えー、回答してみました。ぜひですね、えー、参考にしていただければと思います。 今回の解説は以上となります。ありがとうございました。メールマガジンの登録方法をご紹介します。パソコンでご覧の方は YouTube 動画の下部にあります URL をクリックしてください。スマートフォンでご覧の方は下向きのくの字をタップして URL をタップしていきます。 下にスクロールして、今すぐここをクリックして、無料で動画を手に入れる部分をクリックします。動画はメールにて届きますので、注意事項をお読みいただき、お名前、メールアドレス、お好きなパスワードをご入力して、登録ボタンを押しますと、メールが届きますので、会員サイトにアクセスなさってください。登録方法は以上となります。